えー、それではただいま,、えー、ただいまより、令和2年度、えー、第23回市長定例会見を始めさせていただきます。えー、なお、本日は、えー、技術職の人材獲得と育成につきまして、えー、島田副市長の方より、えー、発表させていただきます関係上、えー、島田副市長にもご同席いただいておりまますすそれでは藤市長長藤よよろろししししくくおお願願いいたします。 まず、新型コロナウイルス感染症の状況からお伝えをします、はい、ますず直近1週間の状況をご覧いただきたいと思います。こちら、堺シグナルでモニタリング指標として掲げているものですが、直近1週間の感染経路の不明者数が、昨日までのところで37名となっています。先週お伝えしたときが26名、そしてその前の週が19名でありましたので、 えまあ週を追うごとにですね感染経路不明者が増えているという状況です。年齢の割合は再び30代以下の方が過半数を占めるという状況になっております。第2波以降のですね6月16日、1か月ぶりに陽性者が1人出まして、その後7月後半から8月上旬にかけて感染者数が多い時期が増えていたと今の状況を見ますと。 1>, 1月後半から8月にかけてと同じような流れでですね、感染者数が増えて、そしてオレンジ色の線、こちらは週の感染経路不明者数の1日平均ということになりますが、これも同じように上がっていっているという状況です。でこの状況につきましては、今、 社会経済活活動が活発になっている7月8月よりも今の方がおそらく繁華街の人出等を増えていると思われますのでこの状況というのはここでまた収まるというよりもしばらく感染者数が多い状況が続くんだろうなというふうに懸念をしていますそしてこれから忘年会シーズンをはじめ人が集まりやすい時期が重なりますのでぜひ 移動される際にはですね、引き続きの感染予防対策、まあ、少しの気の緩みでマスクを外して会話をしたり、まあ、食事をするときの状況であって、によって感染爆発、つながる可能性もありますので、お気をつけいただきたいと思います。検査体制につきましては、11月1日から冬も見据えて、かなり強化をしています。8月月1 11 1日日のの時点とです、ね、11月中今1日の 検査数1000件と、1000件対を目指しておりますので、8月からは3倍に今拡大を11月中目指しておりますが、ただそうは言いましても、この急角度でですね、感染者が増え続ければまあ対応、こちらも厳しくなることが想定されますので、今の段階で引き続き懸念される状況をしっかりと見極めながら、先手先手で対応を行っていきたいと考えております。あの、 この部屋も今、窓を開けていると思うんですが最近、夕方めっきりと冷え込んでまいりました。朝夕ですね、私もスーツを着て打ち合わせをしていてもです、ね、やはり寒い日が多くなっていると思います、そうなると換気をしなくなることが増えると思いますのでこの間でもです、ね、やはり換気をしないと部屋にそのコロナウイルス新型コロナウイルスが逃げられないとどまるという状況が想定されますので。 ぜひまた本日、大阪府の新型コロナウイルス感染症対策本部会議が行われるということですから大阪府全体の方針も見定めながら市民の皆様に注意発信を行っていきたいと考えております。 続きまして、技術職の人材獲得と育成についてです。私も昨年、就任をしまして、そして実際の担当局、そして総務局と話をするときにです、ね、なかなか今、人材確保が難しいという状況を聞いておりました。私の あの感覚市長になる前の感覚で言いますと、まあ、公務員というのはある程度まあ安定した職と思われていると考えますので、まあ、望まれる方多いんじゃないかと思っていたんですねしかし一方でその実情を聞いてみるとそうではないと特にこの間景気の拡大局面が続いていましたので民間の採用意欲が活発であると、まあ、活躍の舞台が民間に多くありますので 公務員に死亡者が少ない、そして公務員であっても、民間企業にヘッドハンティングされたりですね、もしくは民間企業に移っていく方も多く出ていたと、特に技術職については、その傾向は顕著だと聞いております、東京オリンピック・パラリンピックをはじめですね、さまざまな開発であったり、事業が進んでいる。 まあそこの人手が足りませんので、まあ、公務員で経験を積んだ方が民間企業に移られるということも多いように聞いておりました。その課題に対応するため、さまざま若手職員の採用であったりです、ね、承認についてもこれまで改革を行ってきましたが、この度あの島田副市長、技術職の担当副市長であります島田副市長と協議を重ねまして、新しい改革案、アイデアを実施をすることにしました。 主にあの3つです、ね、技術職の採用、そして育成、登用と、それぞれの分野で今回、お示しをいたしますので、島田副市長から説明をしてもらいたいと思います。あの島田ですあの。技術職の人材獲得と育成について、採,採用、育成、登用の各ステージに沿って説明をさせていただきます。まず、採用についてです。 民間企業の通年採用の動向を踏まえまして試験回数の増加と採用時期の拡大に取り組みをしますこれまで春5月に新卒者秋9月に社会人を対象とする採用試験を年2回実施をしてまいりました来年度からは社会人対象の試験を春4月と秋9月の2回に増やし 新卒者対象の試験は4月に前倒しをして、採用試験を年3回実施をします。また、合格者は翌年4月の採用として参りましたけれども、新たに受験した年の10月に採用する枠を設け、採用時期を年1回から年2回に拡大をします。これらによりまして、転職者が多い。技術職。 人材の受験機会や採用時期を増やすことでより多くの優秀な人材の確保を目指したいと思っております次に育成についてです大学と連携した人材育成に取り組みます技術系の学部がある大学と連携して職員と学生を双方向で育成できるような取り組みを検討しております 具体的には職員が大学で講義を受け、ゼミで研究をする、職員を大学に講師派遣して、学生に学んでもらったり、堺市役所で実地、見学や研修してもらうことによって、まあ、こういう双方向の取り組みを進めることを想定をしております。現在、大阪市立大学などとの協議を進めているところです。 これによりまして職員は採用後も継続的に専門的な経験知識を取得でき学生も現場を経験する機会が得られるなど双方向にメリットがあると考えております結果として優秀な学生の方に堺市の職員になってもらうことも期待できると考えております最後に登用に関する取り組みです 技術職を対象とするスペシャリスト人材育成制度を導入をします行政の技術職員は広範な分野で業務を行うことからゼネラリストとして人材育成を行うことを基本としていますしかし今回は特に専門性の高い分野を対象にその分野のスペシャリストを目指す意欲と能力の高い職員を スペシャリスト人材として先行することを考えております。計画的な育成を図りその分野の業務遂行や人材育成技術継承のリーダーとして管理職まで登用していくということを考えております。令和3年4月から建築職の建築確認審査と公共建築物の設計積算工事管理分野 土木職の橋梁建設・補修分野で実施をし、それぞれ若干名のスペシャリスト人材を選考する予定です。これらの3つの取り組みを総合的に行うことで、優秀な人材の確保や専門性を高める人材育成、職員のモチベーション向上につなげていく考えです。技術職の職員については、建築・土木のそれぞれのプロとして、 スペシャリスト、ゼネラリストを問わず、建築職であれば一級建築士、土木職であれば一級土木施工管理士、また技術者としての最高峰の資格と言われております技術士の資格取得を目指して、日々、検算を行ってもらいたいと思っております。以上ですすありりががとうございいますあの職員のやりがい 働きがいモチベーションというところは本当に堺市政を運営するにあたっては欠かすことができません。市民の,住民市民の皆さんへの住民サービスも必要不可欠支える職員の意欲であったり堺、ね、市役所にとどまってもらうということも非常に重要な。 あ取り組みだと考えています。ま今回技術系職員について発表をさせていただきましたが、今町内では女性職員の当選についても協議をしています。今あの管理職の職員の当選目標、アグレッシブな目標を定めて2月に発表しておりますが、これから女性職員の活躍の場がどんどんと広がるように、ま自分もリーダーとして活躍をしたいと思ってもらえるようにモチベーションが上がる。 職場環境に努めていきたいと考えておりますので引き続き、まあ、この職員の皆さんが仕事やりがいを持って望める環境というところを力を入れていきたいと考えていますはい。続きまして大浜体育館のネーミングライツパートナーの公募についてですえただいま建て替え工事を行っております大浜体育館来年4月に リニーアルオープンをしますま築50年近く経っていた元の大浜体育館今回は武道館やアリーナ機能を備えてま豪華な設備がオープンすることになりますこのオープンにあたりまして本日から来年の1月12日まで体育館と武道館のネーミングライツパートナーを公募したいと考えておりますあの先日ブ村木公園野球場こちらは4月から 運営しておりますがくら寿司さんに応募いただいたりあの、まあ、このあとはそうですねこのネミングライトスポットの私も就任後に手掛けてきましたが今回も大浜体育館に対して行いたいと考えております合わせて年間で200万円以上で設定をしておりまして令和3年4月から令和8年 3月ままでの5年間とということになりますネーミングライツのこのネーミングの条件ですがやはりこのなじみがある大浜体育館そして大浜公園ということで漢字で「大浜」と入れていただきたいそして体育館と武道館それぞれ同一の法人名を付けていただきたいと考えております是非この施設ですね市民の皆様にも愛される有効活用をしていただけるように。 としても取り組みを進めていきたいと考えておりますので、多くの方に企業の皆さん、募集をしていただいて、魅力的な名前、ですね愛される名所をつけていただけたらと思っております。はい、そして最後です、ナイトマーケットナイトミュージアムの開催、こちらは、あ以上の森でのイベントのご案内です。 夜の観光コンテンツをどうしていくかというところはおそ、ま、らく全国的な課題だと思っておりまして、まあ、堺市においても、まあ、日中、うーもずふりじこふんぐ行っていただいたりです、ねまあ、観光を歩いていただいてもなかなかあ夜の観光だったりスポットというところが少なかったというところで取り組みを行いたいというものが今回のナイトマーケットそしてナイトミュージアムの取り組みになります。 このナイトマーケット、今書いております出店店舗の皆さん、こちらバス駐車場を、辞書の森に駐車場のスペースがあるんですが、そこを利用しまして、これらのような魅力的なお店に出店をしていただく予定にしております。合わせてこちらですね、東名海鮮というアーティスト集団の方たちがいらっしゃいます。こちら、ライブパフォーマンスをしていただきます。今、この絵にもありますが、 人物とリアルな動物を合わせてですね幻想的な作風というのが透明海戦さんの作品になりまして私も2ヶ月ぐらい前でしたかね1ヶ月か2ヶ月ぐらい前「李性の森」で展示会がありましたその時に与謝野明子と鳥のコラボレーションであったり千利休と黒ひであったりですね なかなかその歴史人物であっても現代アートと組み合わせることで魅力的な作品が生まれると私も感銘を受けましたそして今回ですねライブパフォーマンスということで2日間かけて制作を行いましてそして翌日20日に制作しまして21日なので丸1日間ということになりますね、はい パフォーマンスをしていただきたいと思いますので、ぜひこちら、見に来場をいただきたいと思います。あのこちら今、今、感染拡大、局面にありますので、私もどういうしつらいで,です、ね、事業を実施するかのをしっかりと確認をしております。もちろん、あの場内に入るとき、検温であったり、まあ、消毒液、そしてマスクの着用というのはもちろんですし、あの感染防止、 策を徹底した上えでお迎えをさせていただきたいと思いますので、ぜひこの秋の夜長にですね、ナイトマーケット、ナイトミュージアム、楽しんでいただけたらと思っておりますす私からは以上ですそれでは、ご質問のある方は、社名をお名乗りいただいて、よろしくお願いいたします。 朝日新聞の白木です、えっと、技術職の採用で、これは副市長の方がいいかもしれないですが、えっと、そのまあ人材獲得がなかなかしんどいで、辞める方も結構いらっしゃるということなんですが、実際、その離職ですね、技術職、かなりいらっしゃるんでしょうか、どんなもんなんでしょうか。ははい、あの離職なんですけれどもあの、建築職で言いますと、あの平成30年度に3名。 で平成31年度に3名ですで土木職で言いますと平成29年度に1名30年度に7名で31年度に3名で令和2年度に1名という状況です。全体で何人いらっしゃってっていうことは分かりますが大体今何十人ぐらいの中でっていうのは言えますか そうね、あの建築職の職員数で言いますと、149名現在おりますで、土木職で言いますとあの、上下水道局除きまして、あの名という人数この今伺ったような、まあ、3人とか、まあ、そういう離職の数っていうのは、多い、増えてるんですか。 やはりあの3名あの建築職で言いますと3年度に3名普通退職というのはやはり多いのかな私もあの昨年度あの退職普通退職した職員にちょっと退職理由も確認したんですけどもその人間はあのあの資格も取っててでその資格をちょっとより高めて仕事をやっていきたいという思いが強くてあの役所の場合どうしてもあのいろんな広範な 業務ののに移動しますので、まあ、その人間でいうとその自分の持っている専門的な知識資格を持ってずっと仕事をしたいという思いがあるので、まあ、そういう民間の方に移,動あの移りたいという話があってやはりそういう面でいうとあのやっぱり技術職の職員というとやっぱり自分の技術を高めたいという人間がいるのでやっぱりスペシャリストみたいなのが課題なのかなと思います。あの やはり、役所の中でこうかなりあの上の,かあの階級まで、まあ、極端な話、課長補佐級の人間も去年2名辞めてるんですけど、係長が辞めたりと,長級辞めたりとか、副主催とかいうのは、自分、かなりこう勉強もして、意欲を持って資格も取った人間が、やはりまあ次の移動などでちょっと不安を持ったのかなということで、人数としては結構、やっぱり辞める人間としては多いのかなと思ってます。 からまあそれも含めてこのスペシャリストというその移動をさせないということでいいんですかね、どういう建築だったらまあ建築にずっととといいるうことなんですか例で言いましたらあの分野で言いますとあの建築確認審査というのは。 医師とか弁護士と同じように資格を持って仕事をするとまあ建築基準適合判定士の資格を持って建築主事の任命されるとその個人の資格で仕事をされる方になりますまあ結構大変な業も自分の責任でもってやる人間になるんですけどもまあこういう人間でいうと建築主事という世界をある意味でこうかなりの年数、まあ、部下も育てながらやっていきたいというイメージになるので。 あの福祉者からあのまあ課長級ぐらいまで基本にまあ市長からはより特化した人間があればもっとモチベーションを上げるために部長ぐらいまで上れる制度という形で考えてますのでまあそういう自分の技術自分の責任自分の資格でもってやりたい人間については一定の期間ずっとその移動をするのじゃなくてその仕事をやってもらいたいなと思ってます。 だからまあ今でもその,その部署に長期間いらっしゃって専門の資格を持っている方とかいらっしゃるんだけどその部署にずっといらっしゃるとまあその何て言いますか出世というかこの管理職の上の方になかなかなななりづらいような状況なんですか今やはりあの普通の管理職はやっぱりマネジメントの仕事がありますので建築主事の発令もされますけどもそれの集中するんじゃなしに普通であれば。 いろんな業務広範な業務をすることになるなって、やはりこうスタッフ職でこうスペシャリストの昇格の道を与える方がよ,より効果があるのかなと思ってます。部長級だとなかなかしんどい課長級ぐらいまでだったらまあそういうのがあると課長級もしんどいということですか。課長補佐ぐらいまではいけるということ。今今あの,今今あの登用する対象としては副主査から課長補佐級なんですけど、もちろんその課長補佐級の人が そのスペシャリストになるときにあの、まあ、課長級に昇格することもありますしそう今,今時点で言いますとあの課長補佐級の人を対象にしてますのでその課長補佐級の人がもうそある一定の年数が経っておればあのスペシャリストになるときに課長級のスペシャリストということになることもあります。 いやつまり今何が変わるのかっていうのをもうちょっと分かりやすく言ってほしいんですけどあの変わるあの業,業務でいいますとその人間はまあ主示とかあの公共権力とかいろいろありますけどもその人の任務としては業務の遂行だけじゃなくてまあその専門の知識を持ってあの技術の継承とか人材育成の役割も負うというような話になります。その移動を長期間 しないっていうことなのか、今でもじ運用上、そういう方がいらっしゃるのかど、ちょっとそこどうなんでしょう。基本的にはあの人事堂でやっております。まあその資格を活かして、長期間がその仕事にやりがいを感じてやりたいんだけども、次の井戸で3年とかで専門じゃないところに生かされるということが。まあ通常そうよね。あの、基本的にはあの？ 行政の技術職の場合は先ほども説明しましたけれども広範,な広範な業務の分野がありますので基本的にはゼネラリストという形での人材育成をするので定期的に移動していくのが基本ですそれをあ,のある程度その決まった仕事に長期間ついていただくとで更新の育成もしていただくそういうイメージでいいんですかそうです 日経新聞の庄田です。えっ、ー、と技術職はあのまあ人材不足だというお話だったんですけれども、そうすると足元で今どのぐらいの人材が取れていて、それを今回の政策によってどのぐらいまで増やしたいのかというその現状と目標の人数を教えていただけますか。まあ、そ総数としては基本的には同じです。で、た例えばなんですけれども、あの建築職で言いますと。 現在の資格を持っている人間あの建築職の場合は一級建築士というのがあの基本的な、まあ、と取ってもらいたい資格になるんですけれどもその人間が149名に対して38名であの建築基準適合判定士の資格を持って建築就業資格も持っている人間というのは12名というような状況になってますので、まあ、こ,こういう。あの どちらかというと一級建築士の人,人材を増やしたい、建築主事資格を持っている人間を増やしたいということになります。で、例えばあの建築主事で言いますと、あの社で言ったら8%ですけども、あのこの春大阪府下で調べた状況で言うと、大阪府とか大阪市というのは2、30%資格を持っているという方々たちもいてますので。 まあこういう人材の育て方というところにもそのスペシャリストに関わってもらいたいと思ってます。1級建築士149人に対して38人というのは、えー、どういう数字なんでしょうか149名のうち1級建築士の資格を持っている人間は38人。 でちなみにあの令和元年の一級建築士の試験の合格率なんですけどもあの全国でかなりの人数の方が受けられますけども学科試験にも合格して製の,の試験にも合格する人間の数というのはあの最終合格率で言ったら12%ほどということでまあ非常に難しいあの資格なんかなと思ってますけどもまあこ 一応建築職になった人間についてはやはり一級を目指してもらいたいというのもこれの目的の一つです。という現在建築職の方が149人いらしてうち38人が一級建築士の資格をお持ちであるとでこの資格をお持ちになっている人をどれだけ増やしたいんですか何人に増やしたいんですか。まあまあ、目標としてはあの全員って言いたいところなんですけど最低でも5割程度は持ってほしいというのが思いです。 共同通信の白髪と申します,すみません、堺ナイトマーケットについてお伺いしたかったんですが、まあ、新,しいさ新しいナイトライフ観光としてという話の中で、まあ、今回はあの11月20日と21日の,あの2日間ということだったんですけれども何かこう市長として恒常的にその夜の堺にこう人を呼び込むですとか夜、お金を使ってもらって、えー、まあ観光を盛んにしていくというような何か ビジョンっていうのはあるんでしょうか。はい、まず今回あの李賞の森ということで取り組みをしますが、栄西市内には他にも夜楽しんでいける場所っていうのはあ,あります。でただこれまでなかなかその打ち出しができていませんでしたので、今回その夜でもまあコロナ中ではありますけど、夜でも需要があるお越しいただける、楽しんでいただけるということであれば他の場所でも実施をしたいと考えています。例えば、 堺駅の西側に堺魚市場がありましてそこはよくあの皆さんご存知だと思うんですけど天ぷら屋さんが深夜からオープンして朝まで営業すると一手、まああの,の店はすごいあのいつも行列ができているというお店がありますですからまあ例えば飲食店がまあ10時11時で閉まった後にですね、まあ、そうやって大市場に移動していただいてそこで飲食を楽しむこともできますし併せて 今大阪府大阪市と一緒にベエリア戦略会議を行っていますが堺急行こちらでも昨年実はあのイベントを予定していたんですけど大雨でですねゲネラ豪雨だったと思うんですけど途中で早々に閉じてしまったということがありましたですのであの港の風景というもですね夜の港というのはなかなかロマンチックですのでそういう場所を使いながら 昼も観光で楽しい境そして夜も楽しい境という可能性をどんどんと挑戦していきたいと思っていますありがとうございます何かこうナイトライフ観光としてこうなんか目標みたいなこう都市とかです、ね、国とかそういったなんかビジョン例えば大阪市とかです、ね、こう大阪市のこういう場所っていうのがまあ理想的なんだとかです、ね、東京ですとかそういった何かこう目指すべき対象地域とかっていうのはあったりするんでしょうか そうですね、あの都市によってそのナイトライフというのは様々だと思っているんですね。例えばあの東京の六本木に行きますと交差点を中心に、まあ、あのきらびやかな風景が広がっていましてもう飲食非常にあの高級ステーキ屋さんとか寿司屋さんも多くてです、ね、あの楽しげな空間がある、まあ、ハロウィンの時に私も一度以前行ったことがあるんですけど、まあ、すごい人でにぎわっていました、まあ、一方でじゃあ同じように会がそれを目指すとなったらそうではなくてです、ね、その地域の特性に合わせた あ状況が必要ななのかなと思っていますいあの一つ私が頭に描いているのは3年ほど前市長選挙前回の市長選挙に落選した後にニュージーランドのオークランドというところを訪れましたでそこにあの港があってですね境急行ぐらいもう少し大きいかなあの港の規模があるんですけどそこをぐるっと囲むようにあの飲食店オープンテラスのカフェが並んでいてですねもうそこを通っただけで少し入ってみたいなと。 そこは地元の方も観光客も多く訪れていてあの、まあ、夜の、まあ、そこに多分10店以上の店が並んでたと思うんですけど海を眺めながら海の,その光であったり波を眺めながら、まあ、カップルであったり家族が過ごすという空間がありましたので、まあ、堺も港を活用するのであればそういう雰囲気になればいいなと思っています。まあ、あのやはり 大阪市内と違ってこの堺はやはり昔からの長い歴史があってですねその歴史が今も息づいているところっていうのはあの看護エリアにありますのでこれからの看護エリアの生かし方も含めてですね是非観光に幅広さを持たせて戦略を練って行動していきたいと思います。 ほかご質問よろしいでしょうかよろしいでしょうか、えー、それでは本日の視聴定例会見これにて終了させていただきますどうもありがとうございました